終わりましたね。いやお疲れ、お疲れ。お疲れ様です。お疲れ様。頑張ったね。頑張りましたよ、今日。それで、うん、もうちょっと愛川町のことを知りたいんですよ。うん、なんかおすすめのところありますか？魅力的だね、おすすめのとこね。はい、そうだな、そしたらな、海底行っちゃう？海底ですか？またまた。ニヤニヤしてるよ、ニヤニヤしてるよ。また出た出たって。愛川町海ないじゃないですか。そうなんだよ。愛川町は海がないけど、はい、あんのよ、海底。海底ですか？ああ海底か、楽しみですね。ああ行ってみればね、わかるから。わかりました。ああじゃあこれから行きましょう。よし行こう。ありがとうございます。ジャリスご丁寧に。小堀ちゃん着いたよ。え、これが海底ですか？そうよ、書いてあるじゃん、海底。そう、地上じゃないですか。全然海底じゃないじゃないですか。魚や深海魚いないし。います？深海魚いない。います？いや、久保井ちゃんほら、海なんか一言も言ってないから、はい、ああ、そう、海底なのよ。またお得意のお得意の天然の海底ですか？天然の海底は海底ですけど。ここはね、はい、あの海底と書いて、はい、おぞこうってとこなのよ。おぞこう、そう、ちょっとね、どっちがおぞのこうなのか。お、ぞこうですかね。おぞこうですかね。ちょっとその議論やめようか。とにかくね、そう、ここは海底と書いて、はい、おぞこうです。じゃあ、着いたよ。おいいとこでしょ。何ですか、ここ、ね、いいですね。ここはね、日月神社っていうんですよ。あ、そうなんですか。そう、すすきさんのバイトの休みの日ですか？ね、そうそうそう、あとね、バイト休みは日曜日。こら違うよ。土日です、ね、日曜、日曜日、ね、日と月、はい、月月で、日と月で日月神社。その日月なんですね。そうなんです。休日のシフトじゃないんですね。シフトじゃないの。いいとこでしょ。すごいすごい神秘的ですね。緑あってね、はい、ちょっとこういう何苔の感じもね、うん、そうですね、渋いでしょ。はい、気に入っちゃいました、うん。いや、久保井ちゃんどうよ、だいぶ緑深くなってたけど。そうですね、おどこなのに木ですね。すすきさん、これ何ですか？うん、赤い橋があるんですけど、これはね、はい、なんだろうな。赤橋です。赤橋だね。すごいじゃん、ほら、ちょっと塩川っぽくない？そうですね、わかりますかね。ほら、すごい、沢、沢？あ、そうなんですね、沢がある。イノシシいそうだな。あとこういうところってイノシシ出てくるんですか？出てくるよ、めっちゃ出てくるよ。なんか農水課の癖でさ、なんかこう探しちゃうんだね。あ、さすが。いや、この辺とかもほら、あ、これ全部後で。そうなんですね。うん、もうね、おぞこはね、もう神社が多いのよ。あ、ほら、またここもいいでしょ。はい、ここも立派な建物ですね。すごくない？この階段の感じとかね。そうですね、うん、おー、すごい気持ちいいとこでしょ。いいですね、涼しいよね。ちょうど日陰になってて。着いた。あ、着きました。うん、3つ目ね。3つ目の神社、うん、コンピラです。コンピラ神社って言うんですね。そうです。で、この神社の特徴はね、これです。何、はい、だと思う？コンピラ神社。いや、そういうのステンです。あ、そうなんですか。うん、へえ。だね、多分すごい磨くとピッカピカになると思うよ。あ、そうなんですね。磨きたくなってきたでしょ。磨きたくなりました。金色になりますかね。ああ、そうなんですね。で、ちょっと上がってみようか。はい、来ました。
かなか急じゃん。もう足がもうパンです。そうな。いやもう随分山の中来ましたね。